日本各地の山旅を映像とともにナレーション解説で紹介する番組である日本百名山は2012年7月2日から NHKBS プレミアム2018年12月から NHKBS4K で放送されている自然機構のテレビ番組である海外向け NHK ワールドプレミアムでは特別番組扱いで不定期放送される 山歩きをしながら日本の山の絶景や自然を紹介している番組。地元ガイドの先導で登山者の目線で山頂を目指すのが特徴である。登山開始地点から頂上までを紹介する本編以外にその他の季節の山の様子や山にまつわる話題を紹介する山旅メモ山岳ガイドが山登りのコツを3つ語る山旅いろはを挟む。二千十三年度は NHKBS1 でこの番組を題材にした関連番組実践日本百名山と15分で日本百名山がスタートした。類似した番組には1994年から翌年にかけて NHK 衛星第二テレビジョンで放送された深田久也の著書でもある日本百名山の前山を紹介したテレビ番組があった。 また NHK デジタル衛星ハイビジョンで2006年10月から放送された日本の名宝の全46回のテレビ番組があった。2012年3月26日には押し切り萌えなどが出演した日本百名山さん旅へようこそ八ヶ岳という番組が放送された。2021年4月以降、いずれも再放送 NHK ワールドプレミアムでは 特別番組扱いであるため放送時間は定まっていない。過去に放送された主題を以下に示す。毎週各地の日本の山旅が映像とともに紹介される。世界遺産に登録されている薬島の宮の浦竹、スタジオゲストが体験した山旅、岩登りなどの VTR、スタジオトークや山に関する情報を紹介する。実践。日本百名山に関するカテゴリー。 ありがとうございます。